で、まあ、僕が理想とする、まあ、この力っていうのはやっぱり自分はスピードが持ち味なので、そういうスピードに乗ったドリブルだったり、そういうところをどんどん伸ばしていければいいかなと思ってます。まあ、考え方はあんまり変わってないですけど、ただやっぱり1年前高校サッカーをしていて、まあ、今こうしてアーセナルでプレーしているっていうことはやっぱりちょっと想像はつかないかったですね。はい、この1年前に日本で見ていたあのプレミアリーグだったりアーセナルの選手だったりっていうのはやっぱり実際一緒にプレーをしてみて、やっぱり最高のレベルだなっていうのを感じましたし、まあ、ただやっぱりそういう選手たちのオフの姿だったりっていうのがやっぱり加入して、そういうところを見れたり、まあ勉強にもなりますし、はい、非常にいい経験をさせてもらっているなと思います。まあ、ドリブルに関してはやっぱりドリブルに入るまでのファーストタッチっていうのが重要だなっていうのをやっぱり海外に来て感じましたし、まあ、そういう自分の得意なあのシーンに持っていけるように何ができるかっていうのを今頑張ってます。海外でも自分のスピードが通用するっていうことがやっぱり自信になりましたね。はい。